麻雀遊戯王。イキさんおはようございます。おはようございます。まです。さあ今日はですね、はい、イキさんとイーピン君でちょっとお出かけをいたしまして、はい、そうですね、Nリーグの皆さんのちょっと取材インタビューと、ね、開幕戦があるということですね。よよ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 。渡辺さんどうですか。はい、お友達なんです。いやもうガセちゃんはもうしょっちゅう、サクラナイツには絶対よろしくお願いします。よろしくお願いします。色焼き人はかっこいい。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、二階堂秋プロを捕まえることに成功しました。よろしくお願いします。お願いします。さあ、二階堂秋プロ、まずは前年度優勝おめでとうございます。ありがとうございます。素晴らしい戦いでございましたね、本当に。私あんま出てないですよね。うわー、よし、もうこれ以上触れないようにします。ということで、さあ今回ですね、チームが新たにですね、メンバーを加わったりしまして、新生風林火動な感じですが、はい、今年はいかがでしょうか。そうですね、先日なんですけど、はい、松笠さんがね、今日先発で、最強戦で出てちょっと負けちゃったんですけど、すごくこう内容の充実した、はい、対局からスタートということなので、今年もやれるんじゃないかと思っております。いや期待大ですね。やっぱ松ヶ瀬さん強かったですもんね、最強戦の時の。もともと強いですからね、うん、そこはもう十分だと思ってるので、あとは私とお姉ちゃんの頑張りにかかってると思います。そうですよね。何よりルミプロが入られたじゃないですか。そうなんですよ。もうとんでもないことだと思うんですけど、もうありがたいですね、はい、姉妹揃って同じチームってなかなか今もうこれだけ見ないんじゃないかなと思うんですけどね。まあ確かに、はい、そうかもしれないですね。そうですよね、うん、やっぱね、ルミヤキチャンネルでのコンビネーションも見られますから。だといいですね。今まで以上の活躍をですね、ちょっと期待してしまうんですけれども、はい。はい、ルミプロとアキプロがいつかでまたマジに言うようにコラボみたいな形で出てくれたら嬉しいなと思いつつ、はい。お願いします。応援させていただきますので、はい、ありがとうございます。今日も頑張ってください。はい、頑張ります。リストバンド、ね。リストバンドかっこいい。作りました。いいですね。二階堂アキプロでした。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ今度はですね、黒沢咲プロを捕まえることに成功しましたので捕まりました。お話を聞きたいと思います。よろしくお願いいたします。まず先日ゲストに来ていただきましてありがとうございました。 ありがとうございました。たくさんの素晴らしい企画をちょっとやらせていただいて、そうですね、はい、結構自分で見ながらゲラゲラ笑ってました。面白かったですね。ありがとうございました、はい、またぜひ来ていただきよろしくお願いします。お願いします。そしていよいよですね、M リーグ2021が開幕ということで、どうですか、気合が入ってますでしょうか。そうですね、やっぱりね、はい、ずっと M リーグから離れていたんですけれども、はい、今日開幕式で、はい、ライバルたちと顔を合わせたりですとか、まあ、開会式を経て、なんかちょっと一気にヒートアップというか、テンション上がってきてます。グッとこう燃えるものがありますね。そうですね。4人でライブの皆さんで集まって開幕式されて、はい、やっぱ改めてこうチームとしても気合が入ってる感じですかね。そうですね。ただなんか、本田さんは結構ポケッとした人なので、はい、いい感じに緊張感がありすぎる感じではないですね。はい、それでバランスが取れる感じで。そうですね。めっちゃいいですね。ちなみに今日黒沢さんは何を食べてこられたんですか。私は今日は、会場のお弁当がめちゃくちゃ美味しくて、はい、監督の分をこっそり持ち帰るように一つ拝借しました。素晴らしい。しっかりと2021の食にはそうですね、はい、はい、ただ今日は試合がないですからね。そうですね、はい、試合前にはきちんと、まあ、妻に聞くものをしっかり摂取したいと思います。はい、はい、しっかりしていただいて今年も活躍していただきたいと思います。大元さん最後靴がめちゃめちゃかっこいいんですよ、はい、そうなんですね。そう、ちょっと靴見していただきましょう、はい、これオリジナルで作ったのか。そうです、キンキラキン、はい、このキンキラキン、はい、すごいんですよ。私のあだ名にふさわしい靴が、はい、セレブリティ靴が
ね、楽しみなんで、はい、ちょっとこれを履いて。もはやもうライデンの面白さは麻雀にとどまらなくなってきましたね。本当ですね、最近なんか、はい、萩原さんがプロデュースしてくれためっちゃ素敵な T シャツができたりですとか、グッズにもかなり力を入れてますので、はい、やっぱりファンの方もね、そって気合入りますね。そうですね、はい、なんかファンの方もすごくおしゃれな感じに T シャツでなってきました。スポンサーさんも増えたんですね。はい、行ってまいります。ライブのインタビューありがとうございました。はい、ありがとうございます。さあ、小林 GoPro お会いできました。小林 GoPro おはようございます。おはようございます。さあ、今日はいよいよ開幕ですね。開幕ですね、いよいよ。お気持ちはどうでしょうか。はい、やっと来たなっていう感じですよね。まあ、今日は出番ないので結構開幕戦を楽しく見るだけの立場ですけど、はい、なるほどなるほど。早速新しい選手の先発も発表されてるし。本当ですね、はい、いろいろ楽しみですね、はい、初日からこうどうなるかわからないですね、はい。あと、イーピン君と手をつないでくれるほど仲良しなのは本当にありがたいと思っております。はい。それはもう、ぶら下がっておりますよ。痛い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 よ。もう新しいユニフォームは何回ぐらい来たんですか。はい、これまだ3回目ぐらいですね。いや、なんかいいですね。かっこよくなりましたね、また。そうですね。爽やかになった。やっぱりいつも爽やかなイメージはありますけど、はい、よりブラッシュアップされたかっこよさはありますね。うん、今回も、やっぱり小林 GoPro のですね、やっぱりリーダーシップに皆さん期待してるんじゃないかと思いますので。いやー、もうリーダーシップとか必要のない世界になってほしいですね。もうそれぞれが勝手に勝ってくれればもう私は何も言うことありません。小林GoPro が望むのはそういう流れですね。いやでも皆さん僕はプラスぐらいで大丈夫です。またぜひマジャニーズように遊びに来てください。はい、はい、斜め後ろ向きに検討します。うわー、どれだけ歩いても遠ざかっていくよ。追いかけますんで、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ということでですね、はい、近藤プロを捕まえることに成功しましたので、お話を聞きたいと思います。捕まえました。よろしくお願いします。近藤プロ、お久しぶりでございます。お待たせしております。さあ、いよいよですね、M リーグの開幕ということで、はい、開幕します。開幕しますね。これはちょっとテンションが上がってると思うんですが、はい、近藤プロいかがでしょうか。バリバリです。バリバリ、やる気十分です、ね、満々です。満々です、ね、8切れそうです。ボン、あ、8切れた。もう8切れたよ。すごい気合。大丈夫か。いや、大丈夫です。ありがとうございます。イーピンクも一緒に8切りばかりでございました。いや、めっちゃ気合入ってますね。そうですね、はい、入ってますよ。今年はあのワックスプロがね、はい、まあ、抜けられて代わりに東条プロが入られて、はい、ちょっと、まあ、新生というか、はい、まあ、新しいイメージもありますけれども、はい、いかがですか。まあ、若干爽やかな風が吹きました。なるほど。そうですね、ちょっとあの南国の風よりも爽やかな風が。じゃない、はい、どこでしょうね、はい、東南アジア、違う、シンガポールあたりの、まだ南の、あ、でも、うん、そうですね、シンガポールあたりの風が吹いてきましたね、はい、でもやっぱり結局セガサミーフェニックスは女性が3人なんだなっていう。そうですね、はい、はいはい、3人です、はい、その中でやっぱ近藤プロ、近藤プロがそこにすり寄ってる感じ。いや、あのね、だから、はい、もうあの半ばあの男であることを隠しつつ、はい、あのチームに溶け込んでいる近藤選手です。なるほどなるほど、はい、でも今年から M リーグを見たような方はセガサミフェニックス女性4人なんだなと思うぐらいの感じで言っちゃうってことですね。いや、そんなわけないけど。そんなわけはない。でもユーティングさっきね、はい、はい、取材のね、待ってる時にも、はい、他の選手、まあ、あの五体さんとかね、はい、女の方もんでたりするんですよ。あ、もう完全にキャラクターっていうか、もうチーム内におじいちゃんみたいな。そうです、ね、さっきいたわられてましたね。そうなんですよね。いや、本当にありがたいことに、はい、みんないたわってくれるんで、はい、本当に感謝してます。大事に、でもまだ営業も足つぼで行
言いたがって、質問はもう、はい、あのお腹いっぱいなんですけど、はい、やっぱりあのチーム内で言いたがってもらってるのが一番幸せかなと、はい、なるほど、充実した幸せな空間でございますね。あの遊戯王に来ると、本当にね、生命の危険を感じて、なるべくチーム内に隠れていい。また改めてちょっとお渡しいただきますか。それ以外でね。そうですね、あ、それ以外で、はい、お渡しいただきます。でもそんな近藤プロですけども、はい、やっぱり決めるときは、M リーグ1決める男ですから。決めるときは決めます。はい、今年もバシッと、勝つと。痛い。痛いよ。戦う相手を間違えました、ね。はい、決めていただける。そのときはね、ぜひね、E ピンで上がっていただいてね、一緒に戦ったなって思えるようにしたいんで。そうですね。はい、これ E ピンで上がるか、E ソーで上がるかで、はい、何チャンネルになるかバレるやつですかね。そうですね。どっちに忖度かけてるかよくわかりますからね。はい。E ピンも活躍したいと思いますので、はい、今年も M リーグ頑張ってください。ね、頑張ります。大木さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、無事に M リーグの開幕式を見ましたね。はい、もう僕らだけ独自路線やってましたね。そうですね、あの皆さんが囲み取材されてる中、我々だけゲリラが過ぎるという、感じがありました。囲み取材のメディアさんがここで取材してねっていう枠は、はい、ちょっとこう僕はそんな興味がなくて、はい、そうなんですよ、ね、だからもうどっちかっていうと、はい、トイレとかタバコとか行くときに出演交渉して、はい、ちょっと30秒いいですかって言って2分取るみたいな、ね、そうですね、はい、我々のいつもの意地汚さが出ておりました。まあ はい、でもやっぱり真面目なインタビューはやっぱ他のプロの皆さんがしっかりやられているので、我々はその側面の ねちょっとしたところを取れたらなということで、各チームお一人ぐらいはねちょっと聞けましたの で、ね、なんとか目標を達成できたなって感じしますね。はい、思いますね。いよいよ始まったなって感じがしますね。うん、よかった。まあ、これでね、まあ、ちょっとこう2021も、まあ、マージャン遊戯王はまだしないけど、はい、ちゃんと M リーグとかはちゃんと情報を追っていって、ね、M リーグはしっかり応援していきたいと。はい、そうですね、追いかけつつ、M リーグ追いかけつつ、いろんな方にもゲストに来ていただいたりしつつ、皆さんと見守っていこうと思いますので、そうですね、はい、やっと、まあ、待ちわびてた次のシーズンが始まるタイミングなんで、はい、まあ、僕らとしても今日は頑張って取材来たという感じですね。そうですね、あくまで我々は取材だったということを本当に皆さんにお伝えしたい。我々は許可を得て取材をしているということだけ最後にお伝えしたいと思います。他の真面目なメディアさんの邪魔しないようにちょっと結構気を使いましたよ。そう、本当です、本当です、本当ですよね。見てください、ちゃんとメイキさんほらプレスってつけてるんですからね。そうそうそう、プレスだよ、ね、我々は本当に一切悪いことしないということで、皆さん見ていただけましたでしょうか。引き続き無理に応援していただきましょうということで、取材終了、またね。風が吹いて